今日ドンキ行ったんすよ。そしたら、だからテンガの飲み物があって、テンガナイトチャージっていうエナジードリンクあったんですよ。買ってみました。なんでよって。やだよ、めんどくさい。ノラでいいじゃないですか。やりましょう。わー、エンダーの生存者久しぶり、おひさちゃん。行きましょう。今日も元気にターニングポイント。やばい、待って。いやー、2日連続のバトフロっていうのは本当久しぶりですね。当たって、よっしゃー、 ATS で破壊。あ、いるよね、気のせい。あれ、なんかいるよね、機体か。あ、いや、あ、じゃあ E4 で部屋壊します。怖えー。どうぞご自由に。瀬古さんは怖えぞ。いや、俺ね、パーティープレイほんとダメなんですよ。迷惑かけるし、基本的に自己中心的なんで。偏るじゃん。偏るじゃんっていうか、まあ確かに偏るのもそうだけど。あ、シャドウトルーパーだ。オッケー。こんちゃっすー。オッケーオッケー。ちょっ、うん、こっちに集まってますね、人が。自己中でいいよって。いやいやいや、偏るから。うん、そこが大きいかな。いや、パーティーは全然50、パーティーつうか、俺基本的に一人でやるんで、相手がパーティーだろうが何だろうが、俺は一人でやります。沢井ちゃん同級生。あー、中学生ですよ。現役の中学生ですよ。入って。ディスラプトララがあるからな。使っていきたいけど。ああ、やばいやばい。敵と撃って、よし。これはね、シコルフロントですね。バトフロもやってないですよ、俺。今日もシコルフロント行くんで。そうそう、今日もシコルフロントで行くから。中学生が一番強いのかな、小高校生じゃない、さらに強くなるのかな。シコル回数は高校の方が多いと。ただ中学生が一番、そのシコリというか性に対して敏感というかね。いや、でも冒険心があるというか、もうとにかく何でも挑戦しようという気持ちがあるからね。女の子にパンチラしようとか、スカートめくりしようとか、無理やりキスしてやろうとかね、隣の席の女の子のおっぱい触ってやろうとか、とにかく本当そういう時期だから、中学校って。いじるフロント、どこをいじってるんですかね。